30センチ雪降った市内交通麻痺、除雪バギートラブル発生、ロータリー除雪機ガス欠、そして除雪費用案外かかった、雪国に住むって大変だね。30センチ超の湿った雪、バギーとロータリーで全力尽くした。昨晩からの雪、帰宅難民いっぱい出た。帰り道アイミングがスタックして命からがら深夜に帰宅。エンジン指導割と素直に指導、このバギーはセル指導しかないタイプ、バッテリー上がり怖いね。雪がとっても重いね。冷房したから車が圧雪しちゃった。圧雪面を削るには鉄のプラウがいい感じ、半分ずつ寄せていく感じ。でもそうすると雪の壁がだんだん高くなっていくんだな。少し道路が傾斜しているね。下り坂は良いが上りはきついね。限界まで壁が高くなるとどうなるか見てみよう。ほら動かなくなったよ。チェーン巻いたタイヤでも歯が立たないね。これはとっても恥ずかしい状況だから早くなんとかしたいね。勢いを少しつければいけるかな。もっと高軸荷重を増やさないといけないんだね。除雪機は重さが命だってわかる気がするね。速度をつけて勢いで押してみるよ。なんとか押し切ったよ。でももう限界かな。スタックして焦ってる様子を FPV カメラから。このバギーは30センチ除雪厳しいね。本格的な雪国の人に笑われちゃうね。ここでも滑っているよ。雪は重いんだね。でもまだトラブルなしだよ。このまま順調にフィニッシュしたいね。選手交代、ロータリー式、三菱の MSR680HF。油圧キャタ駆動だから微速前進可能。除雪能力すごいけど遅いし燃料食うよ。バギーでこれ以上かけないところまで寄せた雪をロータリーで片付ける。でもそんな遅さ、そして燃料食うよ。歩くよりはるかに遅いよ。日が暮れちゃうね。これで通学路2キロを除雪するのは無理だね。ノズル内側に CRC を吹くと30分くらいは雪が詰まらなくていいよ。簡単だからやってみよう。改造してマフラーを大型にしてある。静かだよ。大容量マフラー製作の様子はチャンネル内別動画に上げてあるよ。こんな山盛りになった雪でも時間をかければ処理できるね。ロータリーより高く積もった雪でも何度か往復すれば大丈夫だね。これより早く進むと浮き上がるから微速前進、こういう時便利だ。10倍速。雪を投げる方向に人や車がいたら被害を与えるから気をつけるね。歩行者や車は当然除雪機側が雪を投げる方向をうまくしてくれると思ってる。除雪機側は歩行者や車が気をつけて避けてくれると思ってる。そしてトラブルが起きるというわけ。ロータリーだと遅くて燃料代もかさむので再度バギーに搭乗を願う。バギーの方は燃費がとても良い。1リットルで2時間くらい行ける。バギーのメリットは処理速度。ロータリーとは比較にならないくらいに速い。路側帯、大型除雪機入れない。そこでバギー大活躍。通学路を一度に処理できる。結構な上り坂はさすがにきつい。家から離れた場所だからトラブル起きたら最悪だ。過去にここでトラブル起きて近所の人に押してもらった。
家に帰って見てみたら、プラグキャップが外れただけ。そしてみんなの駐車場に到着。重い雪に困難極める。気温が高く溶けた雪が路面に張り付き、干すことが相当困難。プラウの前に雪壁できるチェーンしたタイヤも空回り。スーパーローギアードに改造して時速15キロしか出ないマギー。トルクは十分、タイヤチェーンを改良したい。一筋レーンができれば、あとは左右に切り分けなんとかいけるが、この後トラブルが。タイヤにもっと気をつけるべきだったら、無注意になっていると勢いで行ってしまう。痛恨のチェーン外れ。空気抜いて再装着して空気充填必要。これは家に行って直さないとね。そして再始動不能。キャブレター内でガソリン沸騰したのが原因。押して帰るしかない。やっと戻ってきた。重量100キロを超えるバギー移動がやばいくらい辛い。燃費は悪いが最後の希望、ロータリー再登板。バギーのトラブルでできなかったところをロータリーで処理。燃料をみるみる減っていく。雪を飛ばすには想像以上のエネルギー使うから。恐れていたガス欠。燃料手持ちが終了したから押して帰るしかない。400メートルを押す。ロータリーは人力で押すもんじゃないね。ぎっくり腰になったよ。セルモーターを回すと少し進んでくれる。でもやりすぎるとセルが壊れるし。と思っていたら体が壊れたという。はい、除雪にかかった経費。バギー除雪機、ガソリン1リットル、ロータリー3リットル。燃料代はリッター180円計算で720円。時間3時間半、そしてぎっくり腰で2日間寝たきり。結構コストがかかるのね、除雪って。体力とマネーを消費するってこと。雪国の人お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。